インテリジェントエンタープライズにおける最新のカスタムコード管理、SAP が提供するツールをベースとした最新カスタムコード管理の概要紹介セッションを開始いたします。カスタムコード管理をするにあたりまして、ご自身の環境のカスタムコードの状況を把握することはとても大切です。こちらのスライドで紹介されていますように、一般的にカスタムコード全体の 65% は実際に過去1ヶ月の間使用されていません。ビジネスを効率化するための開発されたはずのカスタムコードが実は必要とされていない状況で、 IT 部門のコストとリソース圧迫し、イノベーションの阻害要因となっています。このままの状態で放っておくのではなく、 SAP ではツールを利用してデータを収集し、その結果からカスタムコードをクリーンアップして、コアをクリーンな状態を維持するようにします。また、全体の 23% のカスタムコードオブジェクトが重要なプロセスをサポートしていて、全体の 50% のカスタムコードはアップグレードなど変更イベントが発生するたびに調整する必要がある状況に置かれています。これらはイノベーション機能を利用し、リプラットフォームやコードを分離することで TCO を削減し、カスタムコードを管理することで移行やアップグレードに必ず発生するカスタムコードの影響調査および調整作業のボリュームを抑えられるためコスト削減が狙えます。本セッションではカスタムコード管理プロセスを実装して、カスタムコードの品質向上、アップグレードや移行時に必ず発生するカスタムコードの影響調査および調整作業、不要なカスタムコードの特定と廃止といったタスクを支援するための SAP が提供する最新のカスタムコード管理ツールをご紹介いたします。こちらが本セッションのアジェンダです。最初にオーバービューです。クリーンコアによるデジタルトランスフォーメーションについてご紹介します。次に分析におけるメソドロジー方法論とカスタムコード管理を支援するための最新ツール、カスタムコードクラスタリングツールのご紹介をいたします。最後にサマリーで本セッションは終了となります。それでは最初にオーバービューからです。最初にクリーンコアによるデジタルトランスフォーメーションとは、クリーンコアのターゲットはカスタム開発においてアップグレードなどのソフトウェアイベントによる影響を受けない拡張です。クリーンコアを達成するにはプロセスを標準に戻す、モディフィケーションを回避するなどが挙げられます。そのためには、すでにシステムが存在しているので、カスタムコードの透明性を確保する必要があります。カスタムコードとビジネスプロセスの問題に関する透明性の確保をして、いらないオブジェクトは廃止して、そこから新しいイノベーションの設計とバリューガバナンスを確立します。SAP BTP や革新的なテクノロジーを活用して、モディフィケーションを最小限に抑えてクリーンコアを維持します。コアをクリーンに制御するには広範囲にガイドラインを設定して監視する必要があります。具体的には次のページに3つ課題が挙げられています。独自のビジネス戦略、モデル、プロセスをサポートするためにカスタマイズ及び拡張したアプリケーションは現在、多くの課題に直面しています。これは、インテリジェントなカスタムコード管理によって解決できる最も一般的な課題です。分析を行うと、こちらのスライドに記載されている3つの課題が上がってきます。最初の課題は、古いカスタム開発です。10年、20年前に作ったカスタムコードは、すでに時代遅れです。
多くの拡張はすでにビジネス要件がサポートされておらず、保守コストを発生しながら時間の経過とともに陳腐化していきます。そのためのソリューションはカスタムコード分析をすることです。コード工数、複雑さ、保全性はもちろん、クラウド準備状況などに基づくインテリジェントでデータ指導のインサイトを提供します。2つ目の課題は高いカスタムコードの TCO が挙げられます。ソフトウェアアップグレードは複雑な依存関係および標準 SAP コードのモディフィケーションによりコストと時間がかかります。このソリューションはコアをクリーンにし、 ABAP ベースの SAP システムをクリーンコアにすることです。最後の課題は柔軟性とイノベーション能力の欠如です。プログラミングパターンが古く、対象依存が複雑なため、必要なカスタム開発を迅速に行うことができず、チャンスが失われてしまう可能性があります。このソリューションは適切な拡張性コンセプトを活用してビジネスプロセスを再設計し、ユーザーエクスペリエンスを改善し、最新のイノベーション機能を利用することでクラウドへの移行に備えることです。このような課題はチャンスでもあるので、インテリジェントなカスタムコード管理を行い、課題を解決していく必要があります。それでは分析におけるメソドロジー、方法論についてご紹介いたします。こちらのスライドは従来のカスタムコード管理です。この小さな丸い一つ一つのボールが作成したカスタムコードオブジェクトです。ビジネス効率をさらに上げるためにアプリケーションにカスタムオブジェクトが作成されています。これらのカスタムコードオブジェクトをふるいにかけて、最終的に2つのアクティビティに分類します。1つは廃止です。UPL、コールモニターでオブジェクトが実行されたかどうか判断するツールを使ってカスタムコードオブジェクトの実行状況を確認します。オブジェクトが未使用で他のオブジェクトから参照されていない場合は廃止カテゴリーに分類されます。もう一つは改善です。ABAP テストコックピットでカスタムコードをスキャンすることでクオリティが確認できます。ATC でチェックした結果、関連しそうな SAP ノートやどのような対処をすべきかが記述されているドキュメントが提示されます。ATC でコードのクオリティがルールとチェックベースで測られ、それにより改善カテゴリーに分類されます。従来のカスタムコード管理ツールでカスタムコード管理を行うことで、未使用・無効なカスタムコードオブジェクトの廃止、カスタムコードの改善、カスタムコードの品質改善が行えました。しかしながら、オブジェクトが別のオブジェクトから参照されると、最終的にマニュアルチェックを行う必要があったり、リブラットホーム候補を見つけるには、プロセスエキスパートが考えられるユースケースを見つけるなど、複雑なマニュアルステップが必要です。たくさんのオブジェクトがあるため、このオブジェクトの処理をするのはとても困難です。このように、従来のカスタムコード管理では、高いカスタムコード TCO、柔軟性、イノベーション能力の欠如など、課題が残ってしまっていました。SAP のイノベーションに続いて、カスタムコード管理も新しい方法論を用いたインテリジェントカスタムコード管理 ICCM へ変わりました。 ICCM は既存のカスタムコードについてほぼ 100% の透明性を確立し、従来からの個別オブジェクトに基づくサービスの提供から、いわゆるクラスターのレベルに切り替えてクラスター分析を行います。そのため、最初のステップとして SAP の
インテリジェントクラスタリングアルゴリズムにより、オブジェクトをグループ化してクラスタにします。スライドの図ですと、小さな丸いボールであるオブジェクトがグループ化して大きな丸いボールクラスタに変わります。このクラスタはオブジェクト間の参照に基づいてグループ化されているオブジェクトをバンドルしたものとお考えください。オブジェクトは互いに多く参照され、他のオブジェクトへの参照が少ないと共通のクラスタに配置される可能性があります。これにより管理可能な数のクラスタ数が達成されます。クラスタ化されると、次にオブジェクトが含まれるクラスタを3つのバケットに並び替えます。クラスタを廃止、改善、および再構再設計に分類します。SAP SO 花システムのコアを構築および維持するために、拡張オンスタック、サイドバイサイド拡張、インテリジェントテクノロジーを使用して、既存のビジネスクリティカルなプロセスとアプリケーションを再構再設計し、刷新します。個別のサービス提供間の継続的なフローを実現し、拡張に関する推奨事項をサポートすることで、お客様が将来に備え、SAP のクラウド戦略と整合するようにします。それでは次のスライドから、プロセスとカスタムコードクラスタリングツールについて詳しく見ていきましょう。カスタムコードクラスタリングツールのご紹介です。最初に、インテリジェントカスタムコード管理、ICCM の分析を理解するために、データレイク内の初期のローデータに何が起こっているかを理解する必要があります。カスタムコードクラスタリングツールは、ネットワークの理論アプローチに基づいています。最初に、ここでは2つの用語を理解する必要があります。1つ目はノードです。カスタムコード管理の世界では、ノードはカスタムコードオブジェクト、または SAP 標準オブジェクトを指します。ソーシャルネットワークサービス、SNS の世界に例えると、これらのノードは個人、人のことを指します。2つ目はエッジです。カスタムコード管理の世界では、エッジはカスタムコードオブジェクト間の参照のことです。例えば、別のプログラムを呼び出すプログラムのことです。SNS の世界では、2つの個人間のフレンドシップのことを指します。スライドの図では、青色のドットは SAP 標準オブジェクトを表し、オレンジ色のドットはカスタムコードオブジェクトを表します。矢印は参照を表します。矢印がドットから離れる場合、このオブジェクトは別のオブジェクトを呼び出す。参照しているため、元のドットからアウトゴーイングエッジ、送信エッジと呼ばれます。逆に矢印がドットを指している場合、このドットはインカミングエッジ、受信エッジとなり、呼び出される側、参照される側のオブジェクトとなります。次に、アルゴリズムと機械学習を利用して、この巨大なネットワークをクラスタに分割します。スライド右図です。アルゴリズムは、オブジェクトの大規模ネットワークにおける、いわゆる情報エントロピーに基づいて、動作を正確に識別し、ネットワークをクラスタに分割します。クラスタには相互に依存するオブジェクトが含まれます。スライドの右図の水色の線がクラスタ化された状態となります。先ほどご紹介いたしましたように、これらのクラスタは基本的にネットワークにあるグループ化されているオブジェクトをバンドルしたものです。ですので、クラスタは1つ以上のオブジェクトで構成されます。クラスタの構築後、カスタマーシステムから収集したデータでクラスターを強化します。具体的にはスライド下に記載されていますように、SC モン、またはソリューションマネージャーからデータによって特定されるユーセージ、参照される
SAP 標準コードのアプリケーションコンポーネント、ATC エラーメッセージ、位相履歴、オブジェクト登録履歴、コードの行、コードのメトリクス、オブジェクト詳細など、カスタマーシステムから収集したデータでクラスターを強化します。先ほどのスライド図の参照クラスターの構築の図の一部を拡大すると、こちらのスライド図になります。注意点といたしまして、このようにスライドの図には SAP 標準オブジェクトが表示されていますが、変更または拡張しない限り、これらのオブジェクトは最終ダッシュボードには含まれません。カスタムコードと SAP 標準間の参照は、クラスタリング自体にのみ使用され、各クラスタのアプリケーションコンポーネントなどのパラメータを取得するために使用されます。また、クラスタ化される際に、クラスタは ID が振られます。クラスター ID の命名規則は、モディフィケーションおよび拡張のない SAP 標準が含まれているものは、クラスター ID は0となります。クラスター ID が80万のクラスターは、クラスター化されていないオブジェクトが含まれている場合です。これは、分離オブジェクト、または参照分析が実行できないオブジェクトである可能性があります。クラスター ID 90万より大きいものは分離クラスターです。つまり他のクラスターへの参照がないクラスターはクラスター ID が90万より大きくなります。今ご紹介した以外のクラスターはクラスター ID は0より大きく80万より小さいクラスター ID が振られます。このクラスターは他のクラスターとの間で送受信されるエッジを持つ場合があります。このスライドを使用してクラスタツールについて理解を深めます。こちらはアルゴリズムで識別されたモデルです。青色の円はカスタマーシステム内のすべてのカスタムコードオブジェクトを表します。つまり SAP 標準を拡張する開発すべてです。カスタムコードオブジェクトはノードとして扱われます。各ノードは厳密に一つのネットワークに含まれます。ネットワークは他のネットワークに接続しないように定義されています。この接続はカスタムコードオブジェクト間の参照を意味します。カスタムコードオブジェクト間の参照は、あるカスタムコードオブジェクトが別のカスタムコードオブジェクトを呼び出していることが分析によって判明したときに登録されます。これはソーシャルネットワークサービス、SNS でいう人が別の人と友達で、個人 A は個人 B にメッセージを送るのに匹敵します。ネットワーク用語ではこれをエッジと呼びます。先ほどすでにご紹介しました通り、クラスタリングの後、クラスタにデータを追加して強化します。これによりクラスタは廃止、改善及び再構再設計に振り分けられ、私たちは作業するにあたり適切なカテゴリーを選択することができます。続きまして、クラスタ化する際のステップについて理解を深めます。ステップ1は参照分析です。最初にカスタムデータコレクタを使用して、カスタマーシステム内のすべてのノードを識別します。白い点がノードです。次に、使用先インデックス、環境分析、iDoc 参照など、カスタマーオブジェクト間の参照分析を介して、エッジの識別をします。水色の線がエッジです。ステップ2では、ネットワークの決定です。参照に基づいてネットワークを決定します。ネットワークは1つ以上のオブジェクトで構成されます。1つ以上のノードが存在しているとお考えください。また、ネットワークの特徴といたしまして、
他のネットワークには接続されていません。この図で言う薄い緑の円がネットワークです。環境にもよりますが、分析の結果、スライド図のように大規模なネットワークから小規模なネットワークが存在する場合があります。大規模ネットワークになりますと、クラスター内でさらにブレイクダウンが必要になります。ステップ3は特性ノードの決定です。スライド薄い緑の円はネットワークです。ネットワーク内にはクラスターが存在し、クラスターは1つ以上のノードで構成されます。クラスター内を分析すると、ネットワーク内で分離されているクラスターを接続するノードが存在します。スライドの緑色のノードです。このオブジェクトは重要なインターフェースオブジェクトであることが認識されます。またクラスター内で中心を構築し、多くのノードと接続しているノードが存在します。スライドの赤いノードです。このオブジェクトは中心となり、重要なオブジェクトであることが認識されます。このようにノードをさらに分析し、特性ノードを識別します。クラスタベースで分析した結果、例えば孤立しているオブジェクトや他のクラスターを参照しない小規模な未使用クラスターは廃止することが可能であるとか、また分離されて使用されているクラスターはリプラットフォーム候補であるなど、クラスターベースで分析して問題点を発見し改善することができます。多数のオブジェクトはクラスター化され、カスタマーシステムで収集された情報をもとにカテゴリーに分類され、クラスターベースの分析アプローチにより作業をするにあたって判断がより簡単にできるようになります。続きまして、カスタムコードクラスタリングツールで分析した結果画面のご紹介です。こちらがカスタムコードクラスタリングのオーバービュー、概要画面となります。カスタムコードクラスタリングツールで分析した結果は、SAP アナリティクスクラウド、SAC ダッシュボードで確認できます。SAC ダッシュボードにアクセスするには、VPN に接続するか、会社のネットワークに直接接続する必要があります。注意点といたしまして、すべてのアスタリスク sap.com-pages に対して、ポップアップを有効化する必要があります。無効になっている場合は、ブラウザの URL バーの右端にある小さなポップアップアイコンをクリックすることで行うことができます。画面にはフィルターバーが用意されているので、カスタマー番号、インストール番号、システム ID およびアップロード日付を使用してフィルタリングすることができます。ページフィルターバーでは、現在のページで有効な値をフィルタリングすることができます。こちらの例では、クラスター ID でフィルタリングできます。スライド左下にあるクラスターパープリケーションコンポーネント、ツリームアップ図のチャートには、クラスターごとのアプリケーションコンポーネントが表示されます。ここでは、クラスターごとに参照される SAP 標準オブジェクトが測定されます。クラスターは最も多く参照されるアプリケーションコンポーネントに割り当てられます。例えば、クラスター1は、1つのアプリケーションコンポーネント FI と、3つのアプリケーションコンポーネント MM と、1つのアプリケーションコンポーネント CA を参照していて、合計5つの SAP 標準オブジェクトを参照しています。この場合はクラスター1は一番多いアプリケーションコンポーネント MM に割り当てられます。注意点といたしまして、アプリケーションコンポーネントBC には例外があります。こ
これは機能の重要性が低いため、クラスタに他のアプリケーションコンポーネントが割り当てられてない場合のみこのコンポーネントに割り当てられます。このようにしてクラスタが参照しているアプリケーションコンポーネントは分類されています。右側のクラスターディテールズはクラスタリングの結果に関する詳細が表示されています。クラスタの合計数の横にはサイズに応じたクラスタのより詳細な分類があります。オブジェクト数が20未満のクラスタはスモールクラスタとして分類されます。クラスタに200を超えるオブジェクトがある場合、クラスタはラージに分類されます。それ以外はミディアムサイズのクラスタに分類されます。カテゴリーに関しては円グラフがあります。右下にあるクラスターカテゴリーズチャートにはカテゴリーと対応する比率が表示されます。こちらがトランスポート画面です。このヒートマップチャートにはカスタマーシステムの移送履歴が表示されます。最初の移送の年 X 軸と最後の移送の年 Y 軸が表示されます。これにより古いクラスタと新しいクラスタを確認したり、移送中の古いクラスタがあるかどうかを確認できます。クラスタ内のオブジェクトが最初に移送に表示された年はクラスタの最初の移送の年です。最後の移送の年も同じプロセスが使用されます。左側にはクラスターごとの平均移送の値及び緊急移送の値が表示されます。また画面左下には移送・緊急移送に関する上位10のクラスターが表示されます。こちらはリタイアメント・廃止に関するページです。リタイアメント画面にはクラスタビューとオブジェクトビューが用意されています。廃止カテゴリーの焦点は未使用のカスタムコードを削除することです。ダッシュボードの最初のセクションにはすべての廃止候補が表示されます。これには廃止条件に合致するすべてのクラスタが含まれています。廃止カテゴリーの条件はクラスタ内のオブジェクトが使用されていないと測定され、またオブジェクトが過去730日以内に移送されなかった場合です。廃止クラスタのもう一つの重要な側面はシステム内のクラスタの相互接続です。画面真ん中のバブルチャートには廃止候補の統合とクラスタ内のカスタムコードオブジェクトの数が表示されています。統合の区分としてインカミングエッジ、受信エッジを使用します。これは参照されている方です。インカミングエッジはクラスタの廃止またはクラスタ内のオブジェクトの廃止が実際に行われる場合に特に重要です。インカミングエッジはチェックされて再告をする必要があるためです。このバブルのサイズはクラスタ内で廃止しやすいオブジェクトの数を3次元で表しています。一番下にオブジェクトディテールズ、オブジェクトの詳細が表示されます。このセクションのパラメーターは、クラスタビューセクションのようにクラスタ主体ではなく、廃止カテゴリー内のオブジェクトを説明しています。オブジェクトレベルの評価では、オブジェクトを廃棄可能性、Easy、Medium、Hard でランク付けされています。Easy は参照されてなく未使用として測定されたオブジェクトです。 Medium は参照されていますが未使用として測定されたオブジェクト、ただし参照元オブジェクトも未使用のものです。 Hard は参照されていますが未使用として測定されたオブジェクト、こちらは
参照元オブジェクトは使用されているものです。また参照されていて未使用として測定されたオブジェクトは存在しませんが、参照元オブジェクトの使用は技術的に測定できない、またはオブジェクト自体の使用を技術的に測定することはできないものは NA に分類されます。こちらはリメディエーション、改善に関するページです。改善カテゴリーは再考、リフィンク、または廃止、リタイアメントカテゴリーで割り当てることができなかったクラスタで構成されます。このクラスタではコーディングの品質が最も重要となります。品質の改善は例えば結果的に TCO の削減につながるパフォーマンスの向上はもちろん、 SOHANA オンプレミスまたは SOHANA クラウドに移行する場合にも重要です。言い換えると高品質な行動をシステムに保持していれば、将来を見据えた準備が整い、パフォーマンスの向上が狙えます。これらの側面はすべて ABAP テストコックピット ATC を使用してさまざまなチェックをすることができます。インテリジェントカスタムコード管理 ICCM 分析の利点の一つは品質データとユーセージ使用データの接続です。カスタムコードヘルスチェックなどの他のサービスでは、品質目的では ATC データ、または使用情報では SCMON、SUSG データを表示します。一方、この改善カテゴリーでは、ATC データは使用データと組み合わされ、各クラスタのすべての ATC 結果を確認することができます。ATC エラーのルートオブジェクトが使用されているかどうかを確認します。改善ページは2ページに分割されています。SOHANA の準備状況について表示されているリメディエーション SOHANA レディネスとパフォーマンス問題を強調しているリメディエーションパフォーマンスアナリシスです。したがって最も関連する ATC チェックは SOHANA 準備状況とパフォーマンス DB です。こちらのスライド図はリメディエーション改善に関する SOHANA レジスのページです。 SOHANA レジスでは SOHANA 準備状況チェックバリアントによって検出された結果についてレポートします。結果はクラストのアプリケーションコンポーネント間の分布、オブジェクトの使用ステータス、チェックタイトル、優先度および開発パッケージ別に表示されます。中央のバブルチャートは各バブルからクラスタを表し、第1軸と第2軸がオブジェクトの量および発見事項を表しています。クラスタ内のオブジェクト数、使用されているオブジェクト、 ATC の結果が表示されます。このバブルをクリックすると選択したクラスタの結果がすべてのチャートに適用されて確認できます。こちらはリメディエーション改善に関するパフォーマンスアナリシスのページです。パフォーマンスアナリシスでは、パフォーマンスクリティカルと思われるクラスタのセットについてレポートします。ここには2つの側面があります。1つ目は、クラスタごとの平均応答時間を超過しているクラスタはクリティカルと示されます。もう1つは、処理データ量によりクラスタがクリティカルになる可能性があります。つまり、クラスタ平均応答時間を上回っている場合や、ボリュームが原因でクリティカルとして示されます。そのため、こちらの画面では、カスタムコードの実行、または処理によって費やされる応答時間、ボリュームの全体量がハイライトされます。こちらのスライドの例ですと、カスタムコードの実行によって記録された応答時間全体の76.6% は21のクリティカルなクラスターが原因であることを示しています。真ん中にはパフォーマンスに関する上位25のクリティカルクラスターを示すバブルチャートがあります。個々のクラスターの応答時間ボリュームが大きいほど重要度が高くなり赤く表示されます。
こちらもバブルをクリックして、ここのクラスターをフィルタリングすると、ストーリー内のすべてのチャートにフィルターが適用されます。一番下には、クリティカルクラスターに関連する ATC 結果、バリアントパフォーマンス DB の分布がチェック表題および優先度別に表示されています。こちらはリシンク最高に関するページです。リシンク最高カテゴリーではクリーンコアプローチにより手直しする価値がある候補として想定されるクラスターを一覧表示します。このカテゴリーの目的はお客様が再施工するにあたり開始するのに適切なクラスターを提案することです。通常は最高カテゴリーで20クラスターをハイライト表示します。数値を見るとこれらのクラスターには通常平均的なクラスターよりも多くのオブジェクトが含まれていることが明らかです。さらに平均より移送、緊急移送および変更されたコード行の数が多いことがわかります。バブルチャートには最高候補の統合が表示されます。廃止カテゴリーとは異なり、ここでは参照させるエッジではなく、参照元エッジを確認します。特にリプラットフォームまたはフィットトゥースタンダードのユースケースを探すときには、参照元エッジが重要です。この画面では、例えば SAP 標準のどのオブジェクトがこのクラスターから呼び出されているかを確認することができます。これはクラスターをビジネスプロセスに割り当てる場合に役立ちます。一番下にある一覧では、最高クラスターの追加 KPI 値が提供されます。デフォルトではこの一覧は重要度順に並べられています。重要度は一覧表示されたパラメーターの加重合計に基づきます。こちらはテクニカルインフォメーションに関するページです。このページでは使用されているオブジェクト、未使用オブジェクト、使用が測定できないオブジェクト、カスタムコードオブジェクト、モディフィケーション、拡張、クローンの数がシステムオーバービューで表示されます。さらにクラスター化されたカスタムコードと、クラス化されたオブジェクトと、クラス化されていないオブジェクトの数を確認することができます。クラスター化できなかったオブジェクトは、クラスター ID が80万に割り当てられるか、またはダッシュボードにクラスター化されていないオブジェクトとして表示されます。対象がクラスター化できない理由はいくつかありますが、一部のオブジェクトタイプではクラスタリングの基盤である参照分析が機能しません。その場合はクラスター化されていないオブジェクトとして分類されます。こちらはエッジに関するページです。インカミングエッジ、アウトゴーイングエッジの詳細が確認できるページです。インカミングエッジ詳細では、最もインカミングエッジが多いオブジェクトと、クラスターからのインカミングエッジ上位10のクラスター ID が確認できます。アウトゴーイングエッジ詳細では、最もアウトゴーイングエッジが多いオブジェクトと、他のクラスターへのアウトゴーイングエッジ上位10のクラスター ID が確認できます。最後にサマリーです。インテリジェントカスタムコード管理の目的は、クリーンコアを達成することです。そのための最初のステップは、カスタムコードの透明性の確保です。そして、以前のように ATC で分析された問題点を示すだけではなく、BTP、サイドバイドサイド、およびオンスタックのイノベーションに関するユースケースと、廃止、再考、リプラットフォーム候補を特定することです。そのために、最新のカスタムコード管理ツールである、カスタムコードクラスタリングツール、クラスタ分析ツールに基づいて、カスタムコードオブジェクトを分類します。カスタムコードの効率的な管理は、その品質、
ビジネスシナリオの拡張性を担保する上でとても重要です。カスタムコードライフサイクルの管理方針を明確化することが TCO の削減にもつながります。クラスタ分析ツールに基づいて効率的なカスタムコード管理をすることをお勧めいたします。カスタムコードクラスタリングの前提条件の SAP ノートをスライドに記載しましたので、こちらもお時間のあるときにご参照ください。以上でインテリジェントエンタープライズにおける最新のカスタムコード管理セッションを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。